はい、どうも、マジです。本日から神宮球場で対カープ2連戦の方が始まりましたけども、7対11で敗戦となってしまいました。そしてキャプテン、4打席出塁の活躍、4番村上選手も4打点、サンタナ選手も猛打賞と、当たりの方は戻ってきているように思います。代打安打の記録、ついに今日で30本目を達成しました。真中さんにあと1本ですね、期待したいと思います。ちょっとですね、3から減ってないですけど、マジックの方明日1つでもなんとか減らしていきましょう。